おはようございます。おはようございます。今日はね、トライアウト前日の日です。今日ね、ちょっと前乗りで東京に向かいたいと思うんですけど、まあね、その前日の朝っていうことで、まあちょっと自主練を軽くしてから東京向かおうかなっていうふうに思ってるんで、今からね、ちょっと体育館移動して練習していきたいと思います。じゃあね、朝ごはんとかもう食べてしまったんで、もう練習ね、場所向かうだけなんで、ちょっとね、向かっていきたいと思います。We took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I save that I never send, 'cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promise all these years we pack our things andはい、じゃあね、昼ご飯も食べてちょっと休憩できたんで東京の方向かっていきたいと思います。はい、じゃあね、今ホテル着いたんで、今ちょっと同じ大学で同じトライアウトを受ける友達がいて、まあその子と一緒にご飯食べに行こうっていう風に話してるんで、ちょっと夜ご飯の方ね、食べに行きたいと思います。はい、じゃあこれが今日の夜ご飯ですね。いただきます。はい、じゃあね、今ホテル着いたんで、今からちょっとだけ休憩して、で、それからね、ちょっとバスケの勉強をね、しようかなっていうふうに思います。の、まあ、ここでピックアンドロールして、で、まあ、ここでミスマッチができとるやん。はい。ってなった時に、まあ、ミスマッチってやっぱインサイドのミスマッチはすごい強いんやけど、はい。これすごい高い位置でのミスマッチな。じゃあ、お疲れ。お疲れ様です。またね。おはようございます。はい、ってことでね、お風呂も上がって今からまあストレッチして寝ようかなっていうふうに思うんですけど、まあね、明日の目標をね、軽くちょっと話そうかなっていうふうに思います。まあ、目標はね、やっぱりトライアウト合格するっていうのがもちろんまあ絶対的な目標があって、でその中でもやっぱり積極的にねチャレンジしていくっていうことをめちゃくちゃ意識しようかなっていうふうに思います。まあ何を積極的にかっていうと、とにかく得点に貪欲になろうかなっていうふうに思ってて、やっぱリングをしっかり見て、でとにかく点数を取りに行くっていうことをまず大事にしようかなっていうふうに思います。まあ、やっぱりミスをしないとか、まあターンオーバーをしないとか、シュートを外さないっていうちょっとまあネガティブとかマイナスな自分の中の意識で考えてると、どうしてもやっぱりプレーが消極的になっちゃうと思うんで、まあそこはそうじゃなくて、やっぱり点数を取りに行くっていう、まあポジティブな考えでやっていった方がまあ絶対に楽しいし、うまくいくなっていうふうに思うんで、そこら辺はね、もう超意識してやっていこうかなっていうふうに思います。今、まあ、もう一個意識する点があるんですけど、エナジーで絶対に負けないっていうのはもう自分でめちゃくちゃ意識して挑もうかなっていうふうに思います。まあ、エナジーっていうのはまあディフェンスとか、まあ、リバウンドとかルーズボールとかまあいろいろあると思うんですけど、僕はやっぱ身体能力とかそんなあんまないですし、技術面もそんなめちゃくちゃ上手い選手ではないので、まあ、そこら辺をめっちゃ頑張るのと、まあ、あとはディフェンスのコミュニケーションの部分、もう本当にめちゃくちゃ声出して、でただ声出すんだけじゃなくて、
もう必要なことを声出す。俺が手助けようとか、ヘルプ一旦出るよとか、ヘルプ見るよとか、ローテーション見るよとか、そういうチームで必要な声っていうのを、まあ、どんどん出していって、オフボールディフェンスちゃんと見れるんだなっていう、審査員にアピールできればなっていうふうに思ってるんで、まあ、そこら辺はね、一番意識してやっていこうと思います。まあ、とにかく、バスケットってやっぱ楽しいものなんで、クラウドもね、楽しんでいきたいっていうふうに思うんで、まず、ね、楽しまないと始まんないんで、ちょっと気負いすぎず、緊張しすぎず、まあ、楽しんで頑張れればいいなっていうふうに思います。じゃあね、そろそろもうちょっと朝も早いんで寝たいなっていうふうに思います。来ました、全員合格頑張りたいと思います。おやすみなさい。ホテルの朝食があるんで、まあ、友達と朝食食べて、まあ、そこからねトライアウトの方を向かいたいと思います。じゃあね。はい、じゃあね、今体育館着いたんで時間になったら入っていきたいと思います。ちょっとね中身映せないんで、ちょっとねまた終わってから会いましょう。はい、じゃあね、今トライアウト終わって今から夜ご飯食べに行くんですけど、まあちょっと動画の後半の最後の方で今日のトライアウトの、まあ、結果とか、まあ、感じたこととかちょっと喋ろうかなっていうふうに思うんで、とりあえずねちょっとお腹空いたんでご飯の方行っていきたいと思います。はい、じゃあね、これが今日の夜ご飯ですね。はい、ってことでね、今岐阜に帰ってきました。まあ最終的にトライアウトの、まあ、内容を話すと、まあ、今回のトライアウトは、まあ、7チームで、まあ、合計4試合をするっていう形で進められたんですけど、まあ、1チーム7人で構成されてて、でその中で、まあ、4試合戦っていくっていう感じでした。まあ、スケジュールの話をすると、まず午前が2試合あって、でそれから昼休憩を挟んで、まあ、午後にももう2試合あったっていう感じですね。でその後に合格者というか、もっとプレー見たいなっていう風に審査員の人から判断したしてもらった選手は、まあ、ピックアップされて、でそれが確か12人かな、12人まあ呼び出されて、でその後にピックアップゲームをやるっていう形でした。でその1試合が終わった後に、まあ、B リーグ関係者から、まあ、目に留まった選手は、まあ、個人的に話を持ちかけられるっていう感じの進め方でした。でまあ僕の話をすると、まあ、結果的にはそのピックアップにも残れず、まあ普通に不合格で終わってしまいました。でまあ個人的な、まあ、結果から言うと、まあ、20分試合に出させてもらって7得点でターンオーバーが1個っていう形でした。まあ意識した部分なんですけど、オフェンスはもう積極的に行くっていうことと、まあ、ディフェンスはめちゃくちゃもうハードに行くっていうことを意識、まあ、できましたね。で、まあ、まず感じたのは、まあ、ディフェンスの部分でしっかりチームとコミュニケーションをとって、まあ、チームのディフェンスの要になれたかなっていうふうには思いました。でまあ、その結果、まあ、4試合あって、まあ、7人チームだったんですけど、まあ、3試合ともっていうか、まあ、3試合スタメンで出させてもらって、まあ、本来なら多分どのチームも1チームの1人当たりの出場時間16分とかだったと思うんですけど、まあ、その中で、まあ、自分は20分以上出させてもらったっていうのは、まあ、そういう部分をちょっと評価してくれたのかなっていうふうに思ってます。まあ、正直言うとディフェンスの部分はまあ改善点はあるんですけど、結構自分的にはすごい良かったなっていう風に思ってて、でもやっぱオフェンスの部分はもうやっぱ全然ダメでしたね。まあ、正直7得点は取れてたんですけど、午前中はもうオフェンスめっちゃすごい良くて、フィールドゴールも 100% で3ポイントも決めましたし、フリースローもまあ2ショットどっちも2本とも決めて、でもあとは速攻の、フローターも決めれたんで、まあすごい良かったんですけど、まあ、5からはどうしてもちょっと積極的になれない部分とかもあったりとかして、まあ、3ポイントを打たないといけない部分なのに、
まあ、ちょっとドライブを選択してしまって、まあ、ちょっと迷いのプレーというか、でそれでまあちょっとミスをしてしまったりっていう部分もあったり、まあ、たださっき言ったと思うんですけど、4試合中3試合スタメンに出させてもらった理由は、多分まあディフェンスをめちゃくちゃやっぱハードにしてて、でコミュニケーションもね積極的に取るようにしてたんで、まあ、それが結果的にチームの、まあ、勝利にもつながったって言っても過言ではないなって僕は自信持って言うんで、まあ、そこはちょっと自信、今後も自信持って行って、でもちろんそこで満足するんじゃなくて、で、まあ、今後もどんどんそれをまあ武器にしてもっとやっていきたいなっていうふうに思うんで、まあ、そこはねどんどん改善できるとかも改善していってやっていきたいなっていうふうに思います。ね、やっぱオフェンスに関してはもう日頃からね積極性を見せるっていうことを意識しないと、まあ、本当に大事な場面で絶対出ないと思うんで、まあ、そこら辺はねもう日頃の練習からもうめちゃくちゃ積極性を意識して、もうとにかくリングを見る、得点を狙うっていうのを今後から意識していこうかなっていうふうに思います。まあね、2022年のもう漢字はもうねこれ攻めるっていう感じでマジやろうと思います。それぐらいねもう本当に意識していかないと、まあ、根本的な、まあ、なんていうかプレースタイルってやっぱ変わんないと思うんで、そこら辺ももっと意識していって、で大事な場面でもいつも通りやれるっていう状況を作りたいなっていうふうに思ってます。でまあ今回トライアウト、まあ結果的に言うとダメだったんですけど、まあ正直言うとまあ本当に受けてよかったですね。まあなんでかって言ったら、まあ課題がまあいっぱい見えたし、まあ通用するとことか通用しないとことか本当に明確に見えたんで、そこはね正直受けないとわからないんで、じゃあ受けてとにかくよかったなっていうふうに思います。まあ、正直落ち込んでるとか全くないですし、まあ、とにかくもっと練習して上手くならないとなっていう部分が本当に多いんで、まあ、そこら辺はねもっと練習して上手くなっていきたいなっていうふうに思います。まあ、次回のトライアウトも、まあ、実は決まってて、まあ、2月の上旬にあるんで、まあ、そこまでしっかり準備して、まあ、練習して、まあ、少しでもねまだ1ヶ月もないんですけど、まあ、少しでも上達できるようにしっかり準備していきたいと思います。じゃあね皆さん、これまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バーイ。You with somebody out there. If I didn't chase you, would you even care?